選手の入場です。鳥取は前節宮崎に1対2で敗れ2連敗中です。高木監督は手前側に緑のユニフォーム鳥取の選手が集まっています。今キックオフ戻してキャプテンマークを巻くカニから右へのボール、右サイドから仕掛けていく、パスを通そうというところ拾ってシュートになる。ゴールキーパーが一度弾きましたがキャッチしました。高精度のキックを持つ橋本、中央へ流して浮き球のパス、面白いパスが出た。小牧がつくゴール前、田尻がキャッチしています。新井大輝、レフティーの新井大輝、中に上げるか、シンプルに上げてくる田口のところ、頭で触りましたがジャストミートはしませんでした。前節までのほぼスタメンに近いメンバーとなりました岐阜。さあキックオフです。三田がボールを持って、ここに選手は誰も行っていません。中に上げたボール、川西へのボール、こぼれた、チャンスなる、シュート、まだこぼれている。村田、中には川西、近くに大西がいます。川西はペナルティースポットのあたり、中に上げたシュートになりました。最後は吉浜のシュート、ウキーバー田尻の目線を遮っています。ニアが空いているが直接狙う、壁に当たった、ゴールキーパー決まりました。一度壁に当たりましたが吉浜のキックゴールに吸い込まれました。強さを見せました岐阜、選手に当たったんですがファーサイドゴールに吸い込まれていきました。コースが変わってファーサイド、田尻も反応したんですが弾き出せませんでした。鳥取としては不運なゴールでした。先制ゴールはアウェーの岐阜です。相原は左足の強烈なシュートもあります。さあ瀬野をかわした、テクニックがあるシュートを狙いました。ワンタッチあってゴールキーパーの桐畑がキャッチします。そんな印象があります。かわしに行く、股を抜いた、魚里倒れてファールです。船津がついていましたが船津にイエローカードです。股を抜いてスピードを見せました魚里。甲斐からダイレクトで前、相原が抜け出した、オフサイドはない、切り返す、右足シュート、相原の右足、服部のヘディングクリア、タッチライン割って今長い笛。苦しい試合でしたが FC 岐阜アウェーの地で1対0で勝利。サッカーを愛する全ての皆様へ、 J リーグはお客様にスタジアムで安心安全にご覧いただくために新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底しております。これからも皆様にスタジアムで全力のプレーを、熱気を、臨場感を、一体感を感じていただくためにJリーグは対策を徹底します。スタジアムでお待ちしています。